フランシスコ・ローマ法皇后。今彼が何を狙っているか。世界秩序、世界統一、一つの国家、バチカンを中心とした世界統一を狙っているんです。そのためのウイルスです。キャッシュレス社会、一気にキャッシュレスに向かっていくための COVID-19 だということをご理解ください。これは作られた人造ウイルスなんです。経済戦争、中国とアメリカの摩擦、ロシア、いろんなものが表でフェイクになって我々の目の前で起こっています。その裏で起こっていることは実に全く違うことが目的として動いているんです。ウイルスによって我々はものすごく怖がり、ワクチンができたらみんな飛びつくでしょう。ローマ皇后は本当にすごいこと言ってますよね。富をみんなに分け与えてみんなを助けないんだ、なんで助けない、そんなこと言ってましたよね。一番富を集めている国はバチカンなんですよ。ローマ皇后のあの帽子、三段帽子、いくらだか知ってます？700億円さ、ある金、世界で一番金を持ってるのはあの小さなバチカン国なんですよ。我が国はいっぱい金があったんですよ。フランシスコ・ザビエルがいっぱいここは鉱山があって取れますよとポルトガルに送ってますよ。この国の金はものすごく良かったんですよ。全部取られた、で紙に変えられた、で皆さん頑張って、バブルやって経済成長して、いうちょっとみんな頑張って貯めた年金、これ全部今回の暴落で持ってかれます。いやいや本当ですよ。こんなこと言ったら国家反逆罪になっちゃってまた俺逮捕されちゃうのかこれ銀行に貯金がある人はちょっと下ろしといた方がいいと思います。昭和21年デフォルト起こってます。金融封鎖です。それは何の年だか知ってますか？昭和21年、終戦の次の年です。デフォルトは起こるんですよ。自国通貨建ての MMT 理論でも。なぜかって国債です。国債がバーンって落ちるんですよ、いきなり。じゃあ経済破綻してください、今のままで。経済こうやって、じゃあ全日空2ヶ月休んだら持たないんですよ。大きい会社ほど持たないです。美容室もそうですよ。大きい美容室いっぱいやってるとこ、こんなんで自粛自粛で客来なくなったらもう持たないです。家賃払えないです。給料も払っていけないです。解雇もするしかないです。人数多ければ多いほど、だからなんだろう、個人事業主100万もう笑わせんじゃないって話、何言ってんのって、切りでもくれんのって。で中小企業300万、中小企業の社長笑ってるよ、うちの社長じゃ大笑いだって、つかちゃん300万って何すればいいんすかねって言って笑うよきっといやマジで、まあ、サラリーマンの人にこんなこと言ってる怒られちゃうんだけど、でもそういう感覚ですよ中小企業の社長って。